はい、イエーイ、それではね、新生クラブフェイトプラス、ニコ生本日はお送りしたいと思います。それではいつもタイトルコールでいきましょう。せーの、今日の ショータイム。はい、はい、はい、ということはね、まずは自己紹介の方を。自己紹介まずは MC 誰ですか。 MC なつきさんがね、今日 MC なつきさんで、なつきは真ん中、なつきはこっちですよ。イエーイ、あけみかわいいって書いてある。あけみかわいい、よいしょ。あれテンション低い、みんなもうやばいよ。テンション上げていきますか。先に言いますけど、私たち朝ですからね。どうも、寝起きです。フェイトプラスになりました。なりました。フェイトプラスプラスって何ですか。ぶっちゃけやっぱ電池にね、やっぱり断ることだよね。プラスやっぱ代表にね、あの代表代行にプラスの意味ちょっと聞いてみますか。オーケー、プラスの聞いてみましょう。プラスの意味、プラスの意味、なぜフェイト2部からフェイトプラスになったかっていうと、やっぱりね、何事にもプラスに考える意識が一つ、まあ三つあるんですけど、まあ一つ目は何事にもね、対する意識をね、持って全部プラスに考えていこうという意識と、いや準備早い、準備早い、準備早い、その機材が、その機材があったっけ、その。それと、二つ目は、やっぱり来ていただけるお客様がね、プラスになるようなことをお届けしたいなと。そう。そして3つ目はね、何と言っても3つ目は3つ目はね、やっぱりクリアグリーンプラスということで、グイ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 。2部でいいんじゃんって来ますよ。もでも2部でちょっとダサくないですか。なんかサブみたいな。そうです、ね、なんか一部あって二部もあるんでしょみたいな。違うぞと、フリとサブみたいな。違うぞと、俺らは二部がメインだよみたいな気持ちでね。ただ店売りの方はどっちでもあるんですか。一部と二部、これはもう内部情報です。これはもう内部、ね、内部情報、内部情報、正直に言う、明確にね。これは正直に、正直にいいか、これ言っても内部情報、店売りどっちがあるかとか。一部と二部、フェイト一部と、フェイト1部とフェイト2部が2部か、まあなんか1部が下げちゃうみたいな感じあるじゃないですか。なってますね。ああ、あります。見せなっちゃうんですけど、どっちがあるんですか。素直に言いましょう。オーケー、1部の方があります。そりゃそうだ、そりゃそうや、そりゃそうやってないか。そりゃそうやってない。正直な話、人数的な問題もね、結構でかいかなと。半分以上少ないですからね。倍いるので、この倍いたら多分俺らがあるみたいな。勝ってます。歌舞伎町1位です。冬月グループの中でここが一番わからんって書いてあります。どういうことですか。ここが一番わからん、ここ一番わからん、ここが一番わからん、こことは、ここだから2部が一番わかんないんだよ。今から紹介したい。何がわかんないかちょっとコメントくれれば何でもね。そうですよ、あけみのことはもう何でも言いますよ。BKB 来ました。BKB。バイクだけに。ブンブン。来ました。誰も分かってない。BKB。あとテキーラ入れすぎじゃないですか。もう皆さん。10杯ぐらい入れてますけど。行きましょう。わらわらしか来ないコメントが。コメント持ってください、コメント。これ稀に見るコメントの少なさ。少なさやばいっすね。もう私、イケメンってなってるね。個人の肌の毛です。俺肌綺麗なんですよ。そうなんですよ。自己紹介していきます。あ、そうですね。あ、話それそうですね。これ誰やみたいななってるじゃん。誰やみたいななってる。いやいや、ぶっちゃけちょっとこれ誰みたいな。遅い遅い遅い。朝日奈クーラ、いや、デカみたいな。
いやなんかメンバーとか雰囲気どういう店か紹介してって来ました。あ、一人ずつ行きます。ラージサイズね。めちゃイケてた。ちょっと前に。じゃあ誰から行きます？流星さんから。流星さんと。流星さんと。クラブフェイトプラス、竹谷流星です。よろしくお願いします。シンプルや。あのね、メンバーとか店の雰囲気に全然知る。よろしくお願いします。あのメンバーっていうのはやっぱいろんな人がいまして、はいはい、やっぱワイワイ系だったり、飲み飲み系だったり、王子様系だったり、まあ、いろんなあれですね、キャストがいるんで、ぜひ初回今はね、なんと3000円なんで、はい、一回来てください。いや、伝わりづらぐい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 よし来いぐいぐい伝わりづらよし来い。次僕ですね。あの店の雰囲気はめちゃくちゃワイワイ系ですね。ワイワイしてる。まあ、若干流星さんだけちょっとなんかもう、あ、俺のみたいなとこありますけど、ない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 、まあワイワイ系が多いかなと。まあでも結構タイプがまあみんな違うかなと思いますね。アケミなんかもう一切喋らない、お気持ちですからね、もう一言も喋らない。これで生きてきます。これで生きて7年間これで生きてますから。これとここで、これでただでも歯見せてるだけです。僕はもう笑ってれば、笑ってるだけなんでね。え、どういうことや。まあ、あとまあ最近入ったクーラーがね、めちゃくちゃヘルプがうまいというか、はい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 、絶対楽しませれるみたいな。まあでも後悔するお客さんはいないですね。うんうん、いや、いるかもしれない。いるかもしれない。保証しません。保証はつきません。で、新しい子も、結構イケメンが入ってきてるんで。うせろ。もう完璧ですね。イケてるってこと、それは。もうイケてるってこと。イケてるってこと。めちゃめちゃ、あ、イケてるってことなんだ。お願いします。まあ、次はじゃあ、ナースさん。僕があの、店の紹介の方、はい。そうですね。僕から見た、まあ、お店は、まあ、全体的に、やっぱ本当に、まあ、ワイワイって言われるような感じのお店なんですけど、どちらかというとワイワイだけじゃなく、なんか親近感があるお店かもしれない。あ、親近感？親近感がすごいある。親近感。なんか来やすい、うん。何気に来て、なんか何気に楽しんで、うん、でまあ今日も楽しかったってなって、まあ寝酒に一番いいお店かなと。寝酒。出ました。寝るんだ、寝る人多いです、ね、多いですよね、寝酒ね。じゃあ、明美さん。そうですね、まあ、いろいろな店で働いてきたんですけど、やっぱり仲がいい、仲がいい。そしてまあいろんなタイプのホストがいて、まあアリクイもいるしね。アリクイもね。アリクイもいるし。やっぱりね。あれですよ。なんかいいですよ。まあお前あんま喋んないで。喋んないでもう。最近あのあれなんですよ。マカロンにハマってるんですよ。マカロン。わかりました。マカロンにハマってるんです。あれマカロンってなんすか。大体。マカロンってあのなんかあれですよ、ケーキっす。ケーキではない。本人は多分マカロンを知りません。まあ、アケミのキャラ作りが終わったということで、はい、はい、クーラー。でも名前から言えばいいですか。名前から言った方がいい。名前からね、さあ今月から、混入しました。はい、固定です。固定の、はい、どっちかというとプレイヤーじゃなくて内勤員で、はい、朝比奈クーラーって言います。アドバイザーやらせてもらっています。店の雰囲気はですね、店の雰囲気というか、まあ、僕がもうちょうど1時間前まで一人焼肉をするような店、それがフェイトに、フェイトからです。そんな感じで、やばいこういうの本当に苦手なんです。あー、でもまあ面白いからね。いいんすかい。コメントちょっと拾いますか。コメントが、ほぼアケミのコメントしかない。ありがとうございます。アケミイケメン、アケミイケメン、アケミイケメン、アケミ推しが半端ない。半端ないっす。アケミは元どこ。アケミどこですか。元ソレイユです。ソレイユ知ってました。シルクの名前だ。ソレイユです。シルクルソレイユ。あの有名で代表さんなんですよ。そうなんです。代表取締役やってたんですよ。
はい、やってましたね、あきみも。まあそれ言う時代もやばかったですよね。やばかったですよね。単発やったんですよ。単発です。坊主でした。坊主やった。坊主やった。坊主だったんですよ。そう、もともと坊主やったんです。で、今こんな感じだけど。そうなんですよ。ただまだこのイデゴーミュの看板がのに載ってるよ。あの看板も見ないでください。黒髪のあけみ、まだある、まだある。まだある、めっちゃ見たい。あれまだあるんです。黒髪のあけみがいるという、まだ見たい人は見てくださいということで。そうですね。全然なんか、シャツパツパツだよ、大丈夫。いやいやいや、文句やな、文句やな。シャツの袖がやばいよ。俺のライフポイント削ってね。ライフポイント削って。個人もイケメン雰囲気で、サイズも俺の雰囲気をしよう。雰囲気をし、雰囲気をしが半端ない。今日なんかアップは見せてくれないのかっていう。ごめん、リューペイケメン。メンバーの平均身長高い。そうですね、うち結構180高いですよね。180ぐらいから。1回は、入れないんですよ。そうなんですよ。で、だからアケミが身長大成長。僕72です。あー、ダメです。身長でね、今更。そうだよ。アケミのやつがいっぱいだ。リュウセイのアップが見たいよ。アップが見たい。いや、もう、あ、じゃあカメラこちら側にちょっと切り替えたほうが。リュウセイのアップやばいよ。リュウセイさんアップお願いします。リュウセイのアップ、いや、リュウセイさんアップ来てるよ。カメラどこ。あ、ここです、ここ。そこです、そこです。じゃあ、俺1000万売ったからすぐ。あ、ドヤ顔で言ってください。1000万プレイヤー。そう、言ったからの。お母さんに向けて。そのゆうての、あれ、33221。お母さん、1000万お貸したので、仕送りもっとしたいと思います。うそつき、はい、うそつき、はい、ここまで持ってこい、うそつき、はい。仕送りしてるんですか。仕送りはちょっとして、まあ、ぼちぼちです。あー、ぼちぼち。まあ、200万ぐらいしてるということでね。200万。みんなブログが面白い。あれはブログやってますよ。僕がやってます、ブログを。ああ、はい。で、奈良さんもやってます。僕もやってます。ほんで、あけみさん。僕は、明日からツイッターを。おー、僕はツイッターやろうかな。ツイッターあれだ。あ、あえてツイッターやろう。なるなるね。めっちゃ気になるやん。アカウントとかまだ公表してない。公表してない。公表してない。次に2回ぐらいやるんで。月に2回少な。2ツイート。2ツイート。気づかんわ、2ツイート。フォローしてください。あー、フォローするから。フォローね。フォローするんだろ。今でしょ。おー、やばいました。今流行りのね。アップやばい、やばい、やばい。何ですけど、ブログ。あのブログやり始めたんで、またチェックしてください。リュウセイさんのペリカンブログって何なんですか。懐かしいペリカン。昔のネタですね、ペリカン。何のペリカン、やってもらえる。今全然やってない。あ、やりましょう、いきましょう。ペリカン、昔のペリカン。昔のペリカン。あんた2211プラリコアンドアよー。あー、掘り上がった。なんかこれ、なんすか。グイグイもないから。グイグイもないから。昔やってたんですか。ちょいちょい笑ってくれたお客様はやっぱいたんで。新人時代に。新人時代に。うわー、寒いわ。寒い。ほら、リュウちゃん生きたのに頭大きい。頭大きいですよ。頭頭頭、でかい。髪型ね。髪型はぶっちゃけみんな違うじゃないですか。誰が一番かっこいいですか。あー、それ聞きたい。聞きましょう、さっそく。でもアップしないと分かんないから。まあアップしても、みんなアップしての流れだったから。だってホストってやっぱりね、雰囲気じゃないですか。そう、変じゃないですか。ライヤー会議。ホストってやっぱりね、雰囲気じゃないですか。おい、下手くそ。ホストは雰囲気やから、髪型とかもう聞くことがないけど、髪型、誰が一番かっこいいか、ちょっとアンケート。あ、それやりますよ。髪型アンケート。クーラーも入れてもらって。じゃあ、まず、これは髪型いこうよ。髪型アップいこうよ。回りますか。髪型アップ。髪型アップ、前に出て。アピールタイム。頭皮チェックじゃないですか。龍星さんから、龍星さんからそこで髪型のこと言ったら。鼻水出たわ。頭皮チェックじゃないの。これ回る。見て、回る回る回る。後ろもね。はい、よし、映ってるよ。ああ、はいはいはい。はい、よし。次、夏木さん、夏木さん。渋谷なつきのオファー。はい、いいよいいよ。ゆっくり一時停止してね。一時停止してね。いいよ、止まって。いい、オッケー。オッケー。はい、次。次、こちら側で。クーラさん。クーラ、クーラ、クーラ。俺はね、もう、クーラの勝ち取るよ。クーラさん。あははは。ここしかない。そこでも注目やろ、ここ。ここ注目のとこ。はい、そこお願いします。ここ。そこもアップ。もっともっとアップ、もっとアップ。あ、ここ注目。いやいや。いやいや、炎上する炎上する。じゃあ、あけみさん行きます。次、あけみ。次、あけみさん。もう昨日切ったばっかです。昨日切ったばっかだから。ああ、かっこいい。どう？いやいや、つぶじつぶじ。どうして？もっとある。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。うわ、顔で持ってきそう、こいつ。顔絶対。いや、顔だね、これね。はい。はい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 。
はい、これ私いります？いりますよ。入ってます？がナチュラルでね。あ、ナチュラル。僕はナチュラル派なんですね。ナチュラル派やね。はい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 。ハゲてる気もした。ハゲてねえよ。ハゲた。誰か。まあ、ジジイだけど腰がね。はい、じゃあのアンケート。アンケート。アンケートいきましょう。誰が一番かっこいい髪型だったか。これダサかったやつもんだもの。これもダツキがダントツ。アケミちゃんは出ますよ。アケミが。でもアンケートこれじゃ聞いたやつ出るんで。ナチュラルがいい。ナチュラルね。何が流行ってるんですか今。流行ってるそんななんかもう。ナチュラルで言ったらもう激盛りみたいな流行ってないからね。流行ってないです、うん。ナチュラルの方がいいでしょ。あ、それ僕のです。あれ？これ多分。あ、それ僕です。ああ、じゃあ入ってない。入ってないです。あ、あるよ。ここに投票権がね、僕も今ちょうど一緒のを見てるんで。出てますか？じゃあ僕も自分の七瀬に投票したいと思います。いやこれマジさ、それ引き寄す。クリッククリックしてください。こんな俺当てつけじゃないこんな。クリック。クリッククリック。クリックしてください。ダブルダブル権。二回までオッケークリック。クリッククリックしてください。クリックみんな。今僕自分で自分のクリック。自分かい。神セブン明美ってめっちゃ書かれてるやん。神セブン。あれが明美吉のなんかもうエグい人いるなこれ。これ納得できないこれ明美。一人500ぐらいやってるよ。いや明美が多いな。多分桜です。桜です。桜。仕込んどいた。仕込んどいた。明美吉の動画めっちゃ。クーラ頭皮チェックハテナとか書いてる。でもめっちゃなんかもうテンションがいい人いるもん。クーラ頭皮チェックハテナ。明美に決まってんじゃんか。いやめっちゃテンション高い人いる。いや一番辛いはなんか。じゃあそうそう。オッケーですか。第ゲベと1位だけ残していきましょう。じゃあ第4位か。4位お願いします。4位が4位誰ですか。4位2人いるんじゃないですか。あれ見てるか。4位。あれもう見たんですか。俺も見た。じゃあ何だったの。ちょっと、4位。いや僕が発表します。第4位と第3位七瀬流星。はいはいはい。おお。いや。おお。おお。全然わかんない。これ全然わかんない。10.7%おお。初登場してこれ。マジかマジか。これね発表しづらいんだけど、1位に同着なのよ。おお。ちょっと待って絶対来てるよ。おお。でもこんなもう本当いい。1位に同着。アタックチャンス。こんなアタックチャンス。夏木明美。ちょっと待って今これ。39.2% です。うわーサンキューサンキュー。一応発表する。第5位サンキュー。クーラーやっと何パーセントか聞いて。 0% です。イエーイ。なかなか出ない。まさかのなかなか出ない。まさかの持ってるわ。完全に風が向いてる。持ってるわ。いやもうグイ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 よしこいグイ。ヘルメット残念で、もうヘルメット残念で。あれ、安全第一よ。流星の髪型はきつい気がするって、もうやだからね。イケメンじゃないときつい気がする。イケメンだから許されるみたいな。あ、そうだ、イケメンだから許される。新しいね、ミラクルクーラってなんか。ミラクルクーラ、俺マイケルクーラと思ったこれ。いや、マイケルクーラ。ゼロワッショイ。ラスキーサンキュータケル。サンキュータケミオメ、ゼロ回、アケミ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 。みんなから見たクマシンの感想。クマシン。シンさんの感想。いや、いないんだけど。クーラーの支持率のなさ。嫁、イケメンならオッケー。君が一番だよ、逆にすげえ。イケメンならオッケーだから。質問とかないですかね。質問してほしいね。質問でもあった。俺1個さっきね、コメント拾い忘れたやつ。今日のファッションポイントみたいな。あったね、あったね、あったね。夏木めっちゃもう今日今日僕はもうこのプロカーですね。この分からない、分からないね。これかっこいいっすよね。立つ、ここに立つ。サーモグラフィティじゃないですか。サーモグラフィティじゃねえよ。サーモグラフィティ。これ、細かくですね、この派手なパーカー。絶対おにゅうやろ。はい、おにゅうやろ。おにゅうじゃないやろ。来てますね、なんか友達のために。はい、次。じゃあクーラー。俺、今日私、今日やっぱ俺のやっぱこの二分袖。二分袖で。二分袖で。季節感みんなで揃えてきたら。二分袖ね。二分袖。二分袖のやつね。二分だけでな。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、あけみの僕ですか。いやー、まあ、無難っすね。あれ、これパンツじゃないの、パンツかわいい。これですかね、七分の。七分の。パンツ。パンツ。
でもアケミは細いよね、マジで。そうっすか、めっちゃ食うんですけどね。この前米沢牛めっちゃ食ったんですよ。米沢牛、米沢牛、米沢牛ってなんすか、むしろ。どこで食うんすか。アリ食い、アリ食い、アリ食い食いました。はい、返して盛り上がる。ファッションポイント、これあの春なのにニットっていう、あー季節外れ、季節外れ感満載な。終わりっすか。終わりっすか。はい、なんすか。僕はなんだろう、ラフな感じを求めてるので、はい、まあ、原宿寄りのタイプの、ウストっぽい服装が苦手なので、はい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 、リュウセめっちゃ好印象やって、やばい。あ、なんでなんでリュウセ好印象今、まあ、季節の外れなの。クーラーの靴下着ました。え、クーラーの靴下。あ、めっちゃ可愛いやん、靴下。僕の靴下やっぱ、恐るっすか、俺と。色違い、どこまで行ったか、水沢さんバースがお疲れ様。お疲れ様です、水沢さん。一応アケミテーフってってあるから、アケミテーフアイドルや。リュウセピースして、リュウセピースして、アケミ、アケミはイケメンすぎて死んじゃう、死のう。ダメ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 。好きな女の子は可愛い系、綺麗系、はい、これ。ああ、それ聞いています。ああ、よし、じゃあ、僕らから。わ、今日は小じき投票しないのっていう、なんか。小じき投票もしましょう。絶対俺やん。絶対俺やん。絶対俺やん。あの、可愛い系、綺麗系。お、あ、女の子、可愛い系、綺麗系。はい。可愛い系ですね。はい、お前は黙れ。はい。はい。あけみ。ああ、僕ですか。可愛い系ですか。可愛い系、どちらかといったら綺麗系ではなく、ではなく、はいはいはい、綺麗系ってのはね、背でかい男、背でかい大人みたいな、少女時代みたいな、はいはいはい、モデルかアイドルかみたいな、あーあー、あーあー、はい、僕の女の子のタイプは、はい、クリスタル系、いや違う、クリスタル系だ。僕はあの二次元あ、二次元なタイプ、はいはいはい、オタクなんですよ、なんすか。オタク、残念な、確かに。はい、じゃあリュウスさん、おも笑顔が、笑顔じゃあ笑顔とかないですよ。かわいい系、綺麗系、支持率上げたんすか。いや、かわいい系ですね。好感度上げに入ってますね。かわいい系だって今どこいいっすね。僕もかわいい系ですね。かわいい系、あ、え、大丈夫、夏希金持ち系じゃないわ。僕でもお金稼げる子のがいいっすね。そう、間違いない、そう、いいっすね。それ間違い、どっちの稼げるかちょっとわかんないですけど、イケイケなことが。一応今質問、いくらから太客。ああ、それは、それは言っていいんですかね。え、いくらから太客、はい、うわー、これは、これは難しいね。200、300、400、500? いやもう、喜んでって感じです。それ喜んでって感じです。200、300、喜んで太客、もう、太客とかね、みんなですよ。太客とかもう、関係ないですよ。みんなが太客、ほんとに。もう、やっぱ細いお客さんを大事にするのが細いですからね。そうですよ。そうです。で、投票のお客さんはもっと大事にしてますけど。PR です。そうそうそう。こじき投票、いきましょう。何こじき、クーラーロリでしょって書いてあるんですよ。いや、クーラーロリでしょ。夏希ジャンプしたの。ジャンプ。ジャンプダサ。ジャンプそれはあります。自分で突っ込んじゃった。ジャンプはダサいでしょ。ジャンプはダサいね。絵面的にね。綺麗系でごめんね。あー。あー、出た。綺麗系。綺麗系も好きです。綺麗系でも、でも何でもいいですよ。どっちがダサって言ったら。クーラーの腕枕、浮力ありそうだ。いやいや、3D やと思う。クーラー、トン、クーラー、トンって足でやって。クーラー、足ドンって。同一回のなさ。みんなバラバラくない。芸能人で言うと、あんまりホストって芸能人この子好きみたいな絶対言わない方がいいみたいな。セオンってあるんですけど、誰が好きですか。テヨンです。テヨン。はや。テヨン。テヨンって誰ですか。少女時代。あ、少女時代ね。え、それ綺麗系じゃないですか。可愛い系です。可愛い系なんですよ、テーマは。他は芸能人で言うと、アキラ元気来ました。アキラさん、アキラ元気来ました。さっきいましたね。元気、もうめちゃめちゃ。NG コメントも。助け飲みますよ。みんな飲んでないですよね、確かに。飲みましょう。いや、もうお酒、ちょっとお酒作って。はい、お酒作って。前から作っていいですか。前から。前からつけると思う。前から言うわ、前から言うわ。っていうわからない、頭皮が映ってるからね。クーラーとハチミツさん被らんやろ。最近最近一緒です。クーラーとハチミツさん被る。アケさん被っとるよ。チャンネルリーさんと。あ、
あー、じゃあもうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、めっちゃ被ってる。なんかもう後ろ姿しか映ってない。はい、あけみかわいすぎる。あけみさんあけみが来た時のもう視聴率が高いから、今ぜひ来てほしいって言うと、今日も実は来ない、今日来たくねえみたいなこと言ってた。僕出る予定なかった。視聴者の皆さんどうすか、なんか来たくないみたいな、このアイドルが言ってたんですけど、もう毎回来てほしいですよね。もう毎回来てほしいみたいなコメントでも毎回出ますからね。もしこれがあれば、あれば出ます。あればもう、毎回来てみたいな。ないっすか、ほら来てよ、来てるやん。ほらもう毎回、毎回来てほしい人。そう、ね、2部ってまあ、あんまないじゃないですか、この放送機会が。ないですね。だから、なつきは来た方がいいじゃないですか、みんな、のし、あ、手挙げてる。なつきがいるんだけど、ありがとう。春馬、はよせーって来てる。はよせー、めっちゃ急いでいますよ。レン君出してきましたね。あ、レンは今日、あ、ちょっと怒られてる、あげみ、やる気ないやつはええや。関西弁で怒られてる。関西弁で。やる気あるわい。絞られるぞ、絞られるぞ。流されてないわい。あげみは来て、帰れ、見たい。いや、リュウセルが付けるわけ、それはないだろう、少し。あけみるから見てる。あけみるから見てる。ああ、ありがとうございます。どんだけ結構欲してるね。すごいね、あけみ押しね、もう。いや、でも帰れ、地味に。地味にやりますよ。あけみるから見てる。みんな、あけみやるから見てる。ありがとうございます。ケイトに今コメント拾ってくれるから。コメントは拾いますよ。だって、ニコ生ってそもそもそういう。そういう感じでしょ。みんなニコ生って分かってない。ニコニコ動画生放送やん。そうですよ。ニコニコ行こう。そう。ニコニコ行こう。みんななんかちょっとなんか、俺らイケメンやろ、見とけばいいやろ、みたいなとこあるやん。なんか、そのホストたちが。笑って。え？笑って。笑って。難しいよ。ヤジが下手くそ。ハケミソロで放送絶対面白くないよ、これ。絶対間違いない、面白くない、ね。ハケミのソロは全然面白い。終始無言。めっちゃ無言のやつ。ハケミの特技とか何も見たわけないもんね、俺ら。特技あります。何ですか、特技ですか。俺なんか、ラップ好きやない。あ、ラップ好きです。夏木さんもラップが。俺なんか、何でもできるよ。こうなんか、これそれ特技とは入るんですよ、これ。これでやる。あ、すごい。これで笑って、笑って、笑って、あの、これまでいけるからね、これ。これでいきますか。あ、できるね。ちょいちょい小技も、小技持ってる。タクでちょいちょい。泥棒集まってくるんだ、これ。泥棒集まってこれ。なんかできないですか、なんか。なんかできる、ここら辺でなんかできるやつ。あ、こういうこんな感じのやつ。できない。クーラーさんありそうです。クーラーできるもん。これも何でもできるとかあるじゃないですか。あれ、これできるもん。シルトさん。ディ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 全然意味わかんないよ。全然意味わかんない。コメントの見るよ、これ。ほら、笑ってるみんな。メール返ってこない、やばい、これ。本当に返しますので。これはやばい。メール。全然別件できてる。メールは返します。毎週メイドにもね、クーラー何アドバイスできるの。アドバイスできるの。アドバイザーだからね、やっぱり。何をするのかっていう。何を。今何分経ってます。今28分でしょ。結構経ったね。クーラー何アドバイス。アドバイス、もう上から下まで何でも、ご相談まで。もう絶対しません。絶対しません。今日調子悪いの。今日調子悪いです。でもね、クーラーも長いですよね、めちゃめちゃ。あの前のグループから。なんだかんだ。そう、だから、まあ、ヘルプができる。ヘルプができるプレイヤーは、としては売れない。売れない。そう。ただ書いても。書いても。それ俺の意見です。あ、それ、あ、ダメすぎる。それ俺の意見。コメントあったのか。クーラーはパッツマツが出たでしょ。パッツマツが出たでしょ。勝てだろ、勝て。勝て。パッツマツで。パッツマツが勝てだろ。毎週だけ、わ、毎週出ようかな。じゃあ、ナラセ。え、ナラセ君好きすぎる。来ました。来ました。なんか好きすぎる。結構なんかそのオープンライトのコメントが多いですね。なんかそうだね。いいとかそういう。あとなんかもう声はもっとなんかもっと。あれを突っ込んだり。もう渡してきたの。見てみろこのガラシャツ。わっとパスだろ。ちょ、一回やって。一回やって。見てみろ、この見てみろこのガラシャツにパツパツ。だらしないわ。いや、いいっすね。だらしないわ。いいっすね。いっすね。いますね。夏木、いくら使えばいい。夏木、いくら使えばいいですか。僕はもう、なんか僕ほんと細いお客さんも大事にするタイプなんで、まあいくらとか、やっぱ自分のキャパ
俺が楽しいとかあの使いたいと思ってくれれば使ってくれればいいから、最初からいくら使えとかそんなのやばいでしょ。まあそうです。そう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 、本質を見抜いてお金使ってほしい。そうです、そうです、いいこと言いました。ありがとうございます。夏木の時計はどこ着てんの？時計はこれ、あの、とかのおもちゃ屋さんで、はい、ました。おもちゃ屋さんのやつ。どすいたろうかな、やばいっす、これは。ちょっと待って、やばいっす、やばいっす。なんで急に切れたんすか？もうやばいっしょ、怖いっしょ、あけみみ、悲しい、嘘っすら、嘘っすらじゃない。AV 男優、夏木じゃない。AV 男優、夏木。AV 男優、断密さんですね、これ。いやいやいや、わがままボディ。わがままボディ。夏木貯金いくら？貯金なんかしないっすよ。貯金なんか僕は絶対しないっすよ。全部使わない。だってもう女の子が使ってくれたお金貯金してるホストは絶対いないです。いないです。でも全部寄付してます。はい。ユニセフの方やってますよ。寄付。そろそろ行きますか。行きましょうか。行きますか、ね。従業員紹介しよう。従業員ね。行きますよ。新人紹介します。まずは春馬。よいしょ。よいしょ。行くぞ。はい、春馬、そして、隼人、よいしょ。隼人、経験者、経験者。春馬の膝の上に。春馬の膝の上に。おいでおいでおいで。イケメン来ましたよ。めっちゃ偉そうだ。めっちゃ偉そうだ。よりはよりあれ、もう一人いる。そして、もう一人よりです。新人の塚さん。まずね、自己紹介の方してもらいたいと思いますか。じゃあ春馬から。はい。リズナもう切れてます。紹介というか。リズナここに座ります。はい。名前から3月の13日に本入しました南春馬でーす。よろしくー。やばいじゃん。めっちゃ辛い。一回山田君のものです。ちょっと。はい、ちょっと。おりそうだね。結構今軽かったやん。これ、アキミモトの軽めでやってほしいわ。あー確かに見たくない。軽めの、軽めのアキミモトのサーサー。2、2、1、2。去年の5月1日に入店したアキミです。よろしく。やったー。イェイイェイよしこい、イェイイェイイェイよしこい。いいっすね。いいっすね。今までなんか振りがちょっと雑でね。じゃあ奈々さんもちょっとチャラいわ。見たい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 。声高めじゃないですか。声高めじゃあ声出してみてどこで声ですか。あ、そこちょっと裏返るぐらい。こんぐらいでお願いします。いや、ほんと4年前に入ったで上条奈々です。よろしくー。真顔iPad が新人の方がちょっとめちゃめちゃコメント来てる。新人の方が、まあ、以上となりますね。いや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 そういうね。いたいたいた。早く紹介して、早く自己紹介を。自己紹介を。4月17日に入った二の前早くよろしくやばい。グイ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 よしこいグイ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 よしこい。ちゃちゃちゃなんか本当にもうダメ出しないけど、なんで被ってた。いやなんか喧嘩しちゃダメです。顔ヤジ雑やね、ヤジが。続きまして、まあ、
小木もやってって来てますよ、コメント。小木も、あんま重要ない、重要ないんじゃないですか、これあんまり。ある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 。このなんか微妙な流れの中やりますけど、はい、一応10月の声でっけよ、お前。びっくりしたよ。10月の、19日の方に、顎の長い、はい、内勤で有名な、はい、おいです、お願いします。仕事できる、仕事できる、仕事できるよ。まあ、おぎは、つけ回しはみんなに平等にやってますんでね。決してお金使うとこに幹部をつけようみたいな、そういうのないっすよ。そういうのない、そういうのない、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 ある、たまにある、たまにたまにあるね。たまに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 お金使わないやつには用理しかつけないのはないよ。それはない、ない、ない、それはない、それはない、それはない、安心してください、それはね。おぎ、髪伸びた、髪伸びた、おぎのつけましは露骨って書いてある。そんな露骨リアルだな。はい、一回CM いきますか。じゃあ、あげみくんかっこよくお願いします。もう CM じゃあ、あそこの前に行って CM に、CM アップ欲しい言われてる。あそこですよ、来ました。これめっちゃドキドキしたね、みんな。それでは CM、 座って座って座って、座って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 、オッケー、あ、映ってるよ、オッケー、オッケー。それでは CM どうぞ。おかげさまで僕らラッカーバーも6月で3周年。接客って自分ではなく相手がどう思うか、だから本気で心を込める。来たお客様が心を動かしてくれる、それが一番嬉しい。人に喜んでもらってこそプロの仕事じゃないのかな。仲間もこれだけ集まりました。さて、そろそろ感激してもいいですか。はい、どうもー、やるぞ、加納です。来た反乱者、加納です。はい、前回の僕の隣ですね、完全滑りました。新しい CM 見てくれました。今見てました、新しい CM。 あれ新しいやつだったんですね、リュウさん。そうですね。なんて言ってんすか、最後あれ。あれはもう、年前で僕と握手っていう、年前で僕と握手、はい、ってことはもう、天外ってことですよ。違う、違う、天外の、天外の、そんなもんも天外やろ。僕と握手で天外やろ、でもでも、夏もしリュウセさんに豊島へ誘われたらもう天外で、天外で握手してください。もう握手しかしない。握手だけです。リュウセさん、ラップ早かった、リュウセいた、夏しゃべって、熊野に会いたい、シーさんね。あ、これもみんな CM のこと言ってますね。あと、あけみが CM 行った時にホッソって言われる。ホッソ、その下に骸骨、骸骨、ホッソって。で、あけみのハートのやつがありましたね。こじき投票しますか、新人しちゃうか、新人くんたち行きましょう。はい、アピールポイント聞きます。アピールポイント、アピールポイント。ただ、アピールポイント、経験者、未経験者が大事やん。あー、なんか、でも本当の新人君を指名したいっていう女の子っているし、絶対。ああ、なるほど。そうそうそう、私、色に染めてやるってやれば、あれ、いるから。なるほどですね。だから未経験が新人か、はい、はい、じゃあ、はい、僕は、経験者です。経験者、経験者、はい、経験者です。僕は、未経験。嘘なんだよ、未経験。これさ、本当は嘘なんですよ。未経験みたいな感じで押してるんですけど、めちゃくちゃ仕事できるから、多分本当は未経験ですね。経験してるんですよ。ただ今日聞いてください。はい、朝、夜っすね。母親から、
メールが来ました。次行きました。まさかまさか。お姉ちゃんの LINE の画像を見たけど、あんた仕事何やってんの？よし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 よ私生活で写真撮ってあんましっかり撮ることない。まずまずみたいな。そんなないやん。ブラシが好きだ。ブラシが好きだ。でも新人の経験者ってことだね。はい。で、夏木いい仕事する。ありがとう。夏木がコメント拾うから、ありがとう、コメント拾うよ。コメント来てます。スイッツさん来てます。君、スイッツです。コメント率高い。スイッツさん来てます。経験者だったんだ、春馬。おい、経験者と思われてないぞ。あら、あ、逆にありがたいっす。明美に色恋されたい。山火事、山火事。夏木の MC 最高、ありがとう。じゃあ、はい、はい、はい、なんか言ってよ。なんか言いますか。新人、新、だっけ、新人さん、イケメンだね。新人くん、イケメンだねって言われてるよ。うわ、そんな。でも俺は本当にこれ嫌いなんですよ。なんか絶対売れるじゃないですか。だからブログとかでもこいつの写真撮っても名前は知らねえって書いてる。商売したい。そうそう、絶対商売したい。勝手に売れるじゃないですか。勝手に売れて、なんかもう後々なんでこんな俺売り上げ負けそうなやつになんかめちゃめちゃ紹介とかしてたんやろと思う。後悔そう、後悔後悔したくない。自分に正直に鈴木さん決して心にモザイクはかけてないです。心にモザイク。そうですよ。二部調子どうですか。流星さんは喋らんでもいいわ。だからピースしてって書いてあります。ええー。ああ、流星さん先輩なんだ僕は。先輩。流星ピースしとけよ。ピース。スイスターって。二回目来ました。スイスターもガンガン出してくる。あの僕やりましょう。小じ小じきの小じき関係。それ来ました。来ました。誰が一番小じきっぽいか。絶対当たりたくない。ほじきっぽいか、やりましょう。アンケートで、それでお願いします。あ、みんな入ってる。お、みんな入ってる。やりましょう。何何何何。おぎも入ってる。おぎも入ってる。画面にね。戻って戻って。じゃあそれ今アンケートやってもらってる間に、女の子に歌ってもらいたい曲。いいね。やりましょう。僕最近あれめっちゃいいんですよ。カブトムシですよ。アイコです。アイコです。じゃあ歌ってもらいましょう。はい、あー少し背の、あ、そうだ、知らないな。なんそれ。僕はどうやるの。怒ってるんですか。小島で決まりや。春馬が小島になったよね。小島、小島。カブトムシ、はい、他は好きなの。他好きなの。他女の子に歌ってほしい。女の子歌ってほしい、歌よ。純粋そうな曲の方がよくない？めちゃめちゃノリノリの倖田來未とかがっつり上手かったらちょっと嫌じゃない？ちょっと嫌っすね。ああ、へこむね。テレデデッテレデみたいな感じで。ナスケ歌って。なんすか？泳げたい焼き。泳げたい焼き君。歌いますか？毎日毎日僕らは愛が全てさ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やば、恥かいた、恥かいた。恥かいた。アイコ、アイコ歌う。やべえ、俺が出すのやべえ。やべえ、スイッサー。俺コメント見逃してた。リュウさんって。リュウさんあります。リュウさんある。アイコ、ピース、ピース、ピース。ピースやって。ドーン、ドーン、ドーン。オッドーン。ドーン。夏木女子、他は歌ないの。歌好きな歌ないの。なんすか。何がいい？僕あれですよ。大塚愛。さくらんぼ。さくらんぼ。さくらんぼね。さくらんぼ。お前がだから下ネタ行こうやんよ。だからあれですよ。どんなんでしたっけ？マジで待って、どんなんで？出会った頃は。じゃあ、あなたと。ああ、私さくらんぼ。隣同士あなたとロンキュー。これでしょ、これでしょ、これだけだ。小じきっぽい人のアンケート出てますか。出てる。今、今出てる。そう、クリックしてもらえた。それはもう集計中、集計中、集計中なんで。純粋に
小じきを。まあ安定のお使いかもしれない、確かにちょっとなんか可愛く見える、うん、逆に男は何を歌ってほしい、男は、うん、それ気になるんですよ、ラッソンで歌ってほしい、いい曲とかね、ラッソンで最後にカラオケしてもらえる、カラオケとかあるんですか、マジですか、最後じゃあ、お仕事俺はエンディングテーマね、ちゃんと歌った、赤西、赤西、はいはい、赤西、赤西ね、赤西、ナプキ調子いい、うん、調子いい、うん、いつもいいよ、小敷っぽいって意味か、間違えてナプキに押した人がいるのかな、おい、清水翔太、清水翔太、青江バナ、はい、清水翔太、じゃあ結果発表、結果発表して、結果発表して、結果発表して、まだ分かんないから、何から行けばいいですか、ゲベから行って、ゲベから。えゲベあの1位が一番小じきっぽいってこと、1位が一番小じきっぽいってこと、ゲベから行こう、もう一番ビリ、やっぱねビリだから、ちょっと小じきっぽくない人、まあ、あけりくん、お前小じきっぽくない、おー0.0、あけり小じきっぽくない、お前スイッター 0.0%、 あー 0.0、 誰も入れてない、誰も入れてない、お前次が、これ白くやってる、やばい、白くやってる、きなこ、きなこね、きなこ、第6位、うん、次、6位っすね、奈良さん、あーあー、綺麗、綺麗だね、まあまあまあ、清潔感の 4.1%、 まあまあ、小敷っぽい代表代行いないですもんね、いないですね、小敷っぽい、次がちょっと、ね、春馬 8.3%、 あーあーちょっと肌すあー春馬、綺麗、綺麗系の白シャツ公開ですね、はい、次が、同着っす、夏木と隼人12.5%、おー、豊島園で君とは、あと残ってるのは、あと残ってるのは、まあ、僕と流星さんで、まあ、これはまあ分かれ道ですね、はい、じゃあ流行る第1位、一番、一番、気になる、一番気になる、やっぱこれでも、これは2位からいってくかな、一番5時キーボードもできるもん、入れてるよ、でも2位映ったら1位分かる、そう、1位、1位、1位よ、2位って体しか映ってないからね、へこみすぎて、小じきっぽい、一番小じきっぽい、第1位は1位は、デュ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 デクーラさん、クーラさん、アンディのクーラ、大変固定給、え、何これ、やばい、アンディのクーラさん、天さん、天さん、天さん、誰、コジじゃないの、やばいね、でも俺からセイヤさんやったら、多分ね、ノリでセイヤさんとか出てたかもしれない、ああ、そのコジクーラ、コジクーラ出ました、コジキクーラ出ました、コジキクーラ、これね絶対やれます、コジクーラ、コジラ、コジラ、コジラ。パツパツには勝てないか、勝てないか、だからあれはなんだ、あの何それ、喜びのパツパツお願いします、勝利のパツパツこちらの方、あ、カメラお願いします、そちらの方、こちらの喜びのパツパツ来ますよ、喜びのパツパツまで3、3、2、2、えじゃえじゃ、嬉しい、もう上手かった、今上手かったよね、ちょっと待って、俺が一番驚く、ちゃうちゃうちゃう、えパツパツやのあれや、絶対今、だから、ね、だから、ね、おらしいよ、だから、ほんとに恥ずかしいね、ほんとに恥ずかしい、へったくさいわ、へったくさいね、へったくさい、朝日奈小敷、あけみが多い、思ったんですよ、ちょっとなんか、こうって言った時に後ろってなんか、みたいな、なんかちょっとなんか、修学旅行の高校生みたいな、あ、来ました、アップだと思ったよりデブや、来ました、あデブや来ました、気づいたね、来ましたよ、10分しかかる、いや、ほら、もうやばいよ、やばい、そんな服壊すかっていうぐらいボタンパーンボタンパーンってよく見てるね、みんな、いや、営業前にボタンパーンってやばいでしょ、営業前にボタンパーンはやばい、あけみくんかっこいい、さおとみくんかっこいい、もう絶対かっこいい、でぶっちゃけまあ、あきみかっこいいみたいに言ってますけど、でも俺らの自分の方がかっこいいんじゃないかみたいな、いや、ちょっとボタン押してもらっていいですか、ボタンとかないけどもうだって俺の方がかっこいいんじゃないかみたいなやつをね、やっぱ、おいお前、おい、戻ったんか、やめろやめろ、おい思ってました、おい堂々とすごいよ、堂々とやっつれた、まあ、なんだ、まあ、この辺でコメントでね、クーラー、カノエイゴ似てないよく言われます、サノトミ君投げキッスしてって書いてありますけど、
もうここでサンダル出てお前何キスじゃないか。あ、しますか。あ、行こう。ありがとうございます。ここのカメラに向かって、このカメラに、このカメラに向かって、アップとかいけないですかね。投げ、投げていい、投げていい、アップ来た、アップ来た、アップ来た、こっち前、前行ったらいい、投げていい、アップ来た。アケビじゃなく俺やろ、そうやろ、そうやろって。アケビじゃなく俺やろ、お願いします。いきますよ。はい、サンサン、2位で2位、1位、俺やろ。だいぶこれはだいぶやばいよ。どんどん上、どんどん上、コメントが見たい。グイグイやっしょい、グイコメント皆さん、コメントが早くイケメン、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 それやったよ、これ。好きなキス、かっこいいけど、キモ来ました。来た、投げキス、投げキス。じゃあ、ハルマンも行っとく。ハルマンもいいんすか、いいんすか、投げキスしちゃった。ハルマン、投げディープ、投げディープ、投げディープ、投げビープですか。そう、ビープなんて、あの、なんかディープカメラで、あ、こっちの投げディープですか。いや、下出せってことですか。下出せ、下出せ、こっちの、こっちの投げディープするんですか。下出せなよ、いやいや、こっちの前で、下とか出せなよ、下出せなよ、お前。下出せ、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 お前、生放送下出せなよ。あ、よしよしよし、座って、チャラい感じにいっちゃうんですか。アケさん、かぶってるよ、行こう。じゃあちょっとチャラい感じに、じゃあちょっと普通の、もう真面目に、もうチャラいだろ、やめよ。真面目ですか、普通に真面目に投げキスですか。俺に、俺でね。ちょっとやばいでしょ、ちょっとやめろ、やばい。いや、いいかな、ちょっと。これはね、ちょっとね、はい、怖いね。はい、ちょっとやめ、いらない、マジ噛みます。あの、ハヤト可愛いとかめっちゃ来てて、ハヤトじゃなくて、夏希やろ、ソーマやろ。ちょっと頑張れ。まあ、彼女見てて、いらな、マジ噛め、寒い。寒い、寒い、うわ、寒い、夏なのに、寒い。早いとかっこいい。あ、もう目が、目が言うとる、目が、目が、早いと、あかんで、あけびに積んだらいいからといて、あ、やばいやばいやばい、あけびに、戻って戻って、あけびに怒られる。めちゃめちゃなんかもう、クーラが、クーラが消えた、ガチか。じゃあ、あけびに移って、ちょっと消えただけでね、そんなね、そんなもう、怒りすぎでしょ。早いといいかも。わぁ、早くいいね、嬉しいね、やった、嬉しい。ではまた CM なんでね、はい、じゃ誰にこの、これやってほしいですか。 CM 行くよのこれ、誰にやってほしいか。コメント、早くいいかも、アイドルは君、または君、または君が CM 行く、誰がいい、誰がいい、CM を流れて。俺はちょっとね、あ、君、あ、君か、または君か、早くは誰、俺以外で、君、じゃあね、わかりました。このみんな小島やって、夏木行ってこようか、書いてあるんでね、間取って、クラスに行ってもらったと。絶対やらんもいいな、絶対やらんもいい。 CM どうぞ、春馬のバイオトロもさっき CM どうぞ、 CM どうぞ、ちゃんとしゃがんでる、 CM どうぞって言えばいいの。 CM、 そう、あそこに CM どうぞって、行きましょう、 CM どうぞ。私たちはクラブコアの放送です。好きな言葉はナンバーワンです。好きな言葉は見直しです。好きな言葉はオールコールです。好きな言葉は出会いです。ウイスキーソーク、クラブコール。僕と握手。他の店もめっちゃドヤ顔でパーン上がってて、バーンバーンバーンプレイス。やばいな、あれなんか、だってなんかフェロモンたっぷりだみたいな。あれ自分で決めたんすか。そう、やばい、ゆうとさんクオリティがね、まあ店によって違いますけどね、もうすごいですね、やっぱ食いつきグループ。いいっすね。求人も募集しておきます。
そうですね、あと5分ぐらいしかないですか。あとグループイベントの、あ、イベント告知できますか。まず求人の募集、求人の募集ですね。まあ今春の三大イベント、まあ求人として、まあ一つがね、まあ旅費3ヶ月無料ということで、やった3ヶ月、まあ、もう2つは教えられないですけど3ヶ月無料っすか。無料ですね。すごい、ね、本当に今ちょうど2部ね、いい人数具合でいい波で来てるんで、なんでこれ見てる男子女子フェイトプラスに待ってます。待ってます待ってます、お待たせします。よっしゃ。ちなみに、まあ、冬月グループ、なんか金持ってるよねって書いてあるんですけど、金持ってます正直に。もう僕はもう金持ってるなと思いますよ、本当に。持ってるなと思うし、もう、メディアもすごい、もう、多分一番じゃないですか、株主賞で、はい。ちなみに僕は、多分3ヶ月ぐらいでナンバー入りしました。そう。すぐ。カリスマ。そう、だからもう、すぐ慣れると思うんでね。アキミもすぐナンバー。入ったね。ナンバーは入る。そう。フェイトには入って、もうだからもうすぐ入ってる。オカマはダメ。オカマはもうギリギリオッケーです。いいっすか。バイクだけに。ブンブンブン。はい。待ってます。そしてイベント告知、ね。イベント告知リュウセイさんから。リュウセイさんから。はい。こちらのカメラお願いします。カメラで。はい、5月の、22日に、自分滝谷流星の復讐に衝突祭があるので、本当に小作り程度にでいいんで、ぜひ顔出してきてください。お願いします。待ってるよー待ってるよー。来月の告知もします。来月の告知もしますか。そう、来月最初に2人で、はい、2人で、はい、2人で、お見てください。ね、2人で来月の来月入店祭ということで、なんと5月の6月のすいませんか、すいません、6月の16日日曜日、皆さん来やすいと思うので、はい、入店祭を袴をね、僕は着てやる予定なので、おおぜひ言っちゃうのね、見に来てください。かなり気合を入れてお願いします。僕はいくらが大好きです。よろしくお願いします。はい、1分前。あと5月23日、俺、イベントよ。6月20日。みんな5月23日ね。はいはい。おーやらん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 。お疲れお疲れ。あ、もう終わり終わり。まだ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 あんの。店は5時からだよ。まだ5時から。あ、そう、店は5時からやってます。はい、2部なんで、伸ばします。一人ずつ最後アップで抜けていこう。いけ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 、大丈夫大丈夫、アップで抜けていこう。来る最後、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 絶対嘘、絶対嘘、嘘。はい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 、はいはい、いけ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 、来る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 、はい来る。最後はもう終わってない？まだある？まだある。もし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 紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこと溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。